おはようございます。はい、おはよう。ここってあれですか、こないだ新しくなった。そうそう、テアトル梅田ね。前はシネリーブルだったとこ。めっちゃ綺麗になってますね。ベンチっていうかソファーが増えて、上映までの時間ゆっくりできるのがいいわ。っていうか座るとこだらけですね。ここ、空中庭園展望台ありますし、そのうち外国人観光客が休憩で使いそう。うわ、それはありそう。で、今日は何を？ああ、はいはい。これ、何ですかこのタイトル。またってことは、ヴィンセントは襲われる、の続き、と思うちゃうん？違うんですか。あらすじ言っとく。おなしゃす。舞台は現代のフランス。デザイン会社に勤めるヴィンセントさんが主人公。このおじさんですね。そうそう。ある日彼は会社に来ていたインターン学生にノートパソコンでぶん殴られる。永遠なんで。太目があっただけ。何メンチ切っとんじゃ悪え、みたいな。いやそれが全くの無表情で無言。怖い。とりあえず学生だし、職場にストレス感じたんだろってなるんだけど。いやいやいや、数日後、今度は経理の人にペンで腕を刺される。はい。これまた無表情&無言で、しかも執拗に襲いかかる。おいおいおい。しかし他の人たちに取り押さえられると、俺なんかしちゃいました、状態。さすがになんかおかしくね、ってなって、とりあえずヴィンセントさんは在宅勤務するように言われる。おう。ところで、ヴィンセントさんは独身彼女なし。なんですか突然。それでマッチングアプリ使ってんだけど、そこで一人の女性とデートの約束をする。己リア充。しかし初デートで、バーで飲んでる時に、窓の外をふと見て、一人のホームレスのおじさんと目が合う。はい。すると、急にそのおじさんの顔から表情が消えて、脇目も振らずこちらに向かってくる。おいおい。だが次の瞬間、脇目も振らずに車道に入ったので、車に轢かれちゃう。おいおいおい。さすがにこれを見たヴィンセントさんたちはデート中断。あらあら。次の日、用事があって、自転車で会社に向かうヴィンセントさん。信号待ちで、隣に止まった車を運転するマダムと目が合う。あ、察し。最初は、あらこんにちは、って挨拶してたマダムの顔から、ずっと表情が消え。ヴィンセントさんも、あ、これやばい、と全力で逃げると、アクセル全開で追いかけてくるマダム。こえぇ、物陰に隠れてなんとかやり過ごすも、さすがにこれはおかしいと。ですよね。で、部屋に戻っていろいろ考察して、目が合うと襲ってくる。視線がしばらく外れると収まる。らしいというのがわかる。じゃあ引きこもれば解決ですね。とはいえ、生活必需品は必要なわけで、仕方なく顔を伏せて買い物して、アパートに帰ってくると、いつも階段で遊んでいる近所の幼い兄弟と目が合ってしまう。あちゃー。襲い来る兄弟、相手が子供だから怪我させないようにするも、二人相手でしかもガチで殺しに来るので、手間取ってると、それを他の大人に見られて大騒ぎに。あちゃー。なんとかその場から逃げ去り、実家へ向かうヴィンセントさん。なぜ？そこで実のお父さんから、車と田舎にある別荘の鍵を借りて、田舎で引きこもる計画よ。ああ、なるほど。ところが途中のドライブインで食事休憩中、一人のおじさんに声をかけられる。今買い物するときに目が合わんようにしとったな。お前さん、わしらと同類やろ。え、どういうこと？なんと同じような目に遭ってる人たちが、他にもいたと。こうして、そのおじさんから教えてもらった、同じような人たちの SNS コミュニティで情報収集しながら、田舎での籠城生活が始まるのだった、って感じ。でも田舎なら人も少ないし、なんとかなりそうな、と思うじゃん。あら？田舎ゆえに近所の人たちが干渉してくると。ああ、それか。その後もなんやかんやあるんだけど、事態は思わぬ方向に転がり始めて、ってなる。なるほど。じゃあゆかりさん的には。私は好き。なるほど。なんていうか無理やりまとめると。俺だけが襲われるゾンビ映画、みたいな雰囲気ね。ネタバレになるから詳しくは言えないけど、終盤とんでもない展開になるから。おう。あと個人的にはワンちゃんの設定が良かったわ。何ですかそれ。ドライブインのおじさんから、犬は絶対に飼え、って言われるんだけど、どうもワンちゃんには、目が合うと襲ってくる人間を見分ける能力があるらしく、そういうのが近づいてくるとうなるのよ。襲ってこない人もいるんですか？その辺の条件がいまいちわからないのよね。だからワンちゃんのその能力がめっちゃ重宝なわけ。おう。でも最初ワンちゃんがうならない人だから安心してたら、急にうなり出して襲われたりもするし、むちゃくちゃだ。そう、わけわからない。でもこの、わけのわからない恐怖、ってのがいいわ。科学者でもないヴィンセントさんに、この現象の原因なんてわかるわけもなく、ただ状況に振り回される不条理さ。なんていうか、リアルな感じ。おう。逆に、ちゃんとした理由付けがないと納得できない系の人には、無理だろうけど、確かに。まあ他にも突っ込みどころとかあるけど、そこらあたりを気にしなければ、どうなるんだこれ、って楽しめると思う。おう。じゃあ見てみようかな。ちなみにハリウッドでリメイクされるとかなんとか。マジか。